2023年8月20日、この日アップロードしてる内容、基本的に翔平もう日本に帰ってきてくれたらいいからっていうところから、まあいろんな本当の話してるんですけども、やっぱりさっき雷鳴ってました。でもう雨降りそうです。もういつも同じ、何も変わらない、昔から同じ、天の轟きの意味同じ。あの世の人たちとかは怒ってる。淡井圭介に対して怒ってるんじゃない、春山整骨院作ったこと、あと裁判所とかそういう人たち、公務員の人たち。